お疲れちゃんです。ラットです。今日はですね、新環境になりましたということで、こちらですね、バランス調整も行われました。このね、中で一体何が強いのか、何が弱いのか、そして現環境でどんなデッキが入りそうなのか、ちょっと話しつつね、最強になりそうなデッキ使っていきたいと思います。ということで、マザネクが強化ですね。はい、攻撃速度と衝撃速度なので、まあこれはちょっと使用率減りそうですね。まあでも HP が以前同様でちょっと弱いので、まあめちゃくちゃ入るかわかんないですけども、まあ、前よりは絶対見られるよ、そこそこに使えるんじゃないかなと思います。そしてこれやばいって。やばいって絶対なんで ?LJ が HP 強化されました。前ね、LJ コストを下げる代わりに HP を下げるよってバランス調整されたんですよ。なのに HP だけ戻ったので、まあ前と同じ HP ではないですけど、前よりは下がっているものの、7コスで HP がね、前とほぼ変わらないようになってるので、やばいっす、事件です。はい、今すぐ10コスに加法してください。そして謎強化、この世で1枚いらないと思ってます。ダクネです。はい、ダクネの攻撃速度が上がるので、いや普通にダクネがミリに残る率が上がるんですよ。そうなるとよりコウモリとかも出るしっていうので、もう悪循環最悪。いや、ダクネ、ゴレダクネおめでとうございます。まあでもその代わりにLJが強化されてるんで、まあ、今季はゴレダクネとかエリジェイとか、そういった大型系のぶつかり合いがね、多くなりそうかなと。で、ババ強化、まあこれはいらん。で、ゴブドリ。で、これはね、まあ走る速度が遅くなりましたって、前なんかね、サイレント加法かなんかで、なんか遅くなってたと思うんですけども、まあそれがなくなるよって感じかな。はい。まあゴブドリは今強すぎるんで、まあもうちょっと他の加法をしてもいいと思うんですけど、まあまあまあ、防衛はしやすくなりそう。やや、誤差です。はい。スケギンも知らん。で、ウッド、これも結構でかいかな。高回転使い。てか、ウッドも最近、9割、8割ぐらい呪文ウッドが選ばれる、もうウッド環境なので、ウッドのね、タワーへのダメージだけ下がります。なので、端前とかのプリンセスタワーへのダメージですね。ウッド削りっていうのが、まあ、雪玉とかザップとかと全部一緒になるんで、まあ、そう考えたら別にウッドじゃなくてもね、雪玉とか、そういった呪文でもいいんじゃねっていうので、雪玉とかの、まあ、構成はちょっと増えそうな気がしますけど、まあ、やっぱウッドのね、ノックバックとかも強いので、まあ減らない、そんな大きく減るわけではなさそう。で、ゴースト強そうなので、まあ透明時間が、短くなる。透明化のクールダウン時間ですね。透明じゃない時間がだから長くなるってことですね。言ったら。はい。そんな感じかな。と、次透明になるまでが少し長くなったよって感じで、ロリバボの射程も5から 4.5 っていう、今回陸系の呪文がね、すごい加工されてるので、まあどうだろうな、本当に雪玉の使用率上がりそう。ザップリは雪推しです。まあヤナメとかもねありそうということで、バランス調整内容はこんな感じですね。ということで、今季強い入りそうなデッキこちら、エレジャイ。はい、お、まあ、なんでガチでお得強化受けましたね、エレジャイです。で、まあ中身はぶっちゃけ何でもいいです。墓石は檻でも、どっちでも、インドラはベビドラでも、で、マザネクも入れようかなと思ったんですけど、なんか高回転にしたかったんで、はい、こんな感じです。で、ゴルナイは別にダックプリとかでも全然いいかなと思うんでね、もう本当に好みです。なんかエリシャイって、ガチで中身なんも変わんないんですよ。本当に、2、3枚変えてもっていうか、マジでぶっちゃけなんでもいいんです。ボンバーも入れなかったら、ランパーとかにしても余裕で強いですし、まあでも、気持ち高回転の方が僕は使いやすいんでね、今日はこれでやっていきます。うわー、なんか、いやらしい攻め来たな。キング起動もしにくいし、コウモリの受けもないしみたいなね。はい、まあそんなことでやっていきましょうか。エレジャイの HP9% 強化ね。前のエレジャイ HP7% 下がる代わりに7コスになったとか、そんな感じだったと思うんだけど、あれどうだろう、違うかな。なんかほぼもう前と変わらんぐらい強い気がする。全然数値わかんない、曖昧かもしれない。さあ、ということで、ハンターのウッドコウモリ、いや、なんか珍しい。高回転オールブレーカー的な。これ、ボンバーだけつけて、逆サイ来たら、これ、金魚ができそうだな、これ、一。よいしょ。さあ、ボンバーに頑張ってもらい、これもう無理しなくていいですからね。相手の、なんだあれ、なんか透明なやつか。何あれ、え、バグなんか消えた、なんか真ん中に透明ななんかさ、見えたんだけど、幽霊みたいな。なんだったんだ、今の。さあ、わかんない。今回の相手のデッキは何かわかんないんですけど、まあ、ゴルナイはね、どうせ今走っても真ん中でピョンって受けられるんで、もうこじらせ野郎ですよ。走るの走らないのどっちなんだい、走らない。はい、これでね、相手にね、より多くコストを使わせてエレジェイって、エレジェイはマジでね、粘りゲーなんでね、まあ今走ってもよかったかもしんないけど、マジであの、えっていうぐらい、全然攻めんやんっていうぐらい
なんて言うんだろうな、攻めなくていいです。もう一生これやっとけばいいんですよ。これやっとけば後取れるんでね。まあ相手によってはですけど、相手がペッカとかだったら逆にエリジェ出さないだとかね、なんかこういろいろ戦い方あると思うんですけど、マジで僕一生これやってるだけで勝てるんですよ。いやエリジェこれ多分前の状態だと全然ダメージ取んなかったですね。そう今のはでかい。さあでゴルナイ出して、いやゴルナイなかったらダックプリが一番安牌かな。もうこれで勝ちです。相手なんか高回転なんでイガー削りみたいなね感じですけども、一旦走ってみる。あ美味しい。さあ金ギド、ハンターにこれライトニング打てば終わりのやつですね。まあでもこれは打たなくてもよそう。無限無限無限エリジャイ編。いや別にライト打っても終わりそうだな。でもいやガチでなんだろうな、エリジャイ、おウォールブレイカーとかが来ない。いやマジでなんか超高回転なんか企画でもやってんのかなっていうようなデッキですね。あこれ IT 今使ったんでハンター、これで終わりです。はい、ただそれだけで、次の無理やり回してくるハンターにライトニング打てば出るかな。はい、あの防衛うまいっすね。これでだってめっちゃ頑張ってるっすもんね。あれ俺負ける全然全然ダメージ勝ってないっていうびっくりなんですけど、まあ、今ね負けない立ち回りっていうのですごい陰キャしてます。うわーめっちゃいい、めっちゃいいね。高回転ハンター、まあ血エレ試合でもうライトニングっすね。でインドラはねどうだろうな、最後とどめさせたかったぐらいだけど、基本つける必要もなさそう。ちょっと不意打ちのピョッ、いや全然決まらんさあ、いやーちょっと行っちゃうか、行ってみよう一旦。さあいやめっちゃ防衛うまい。だがしかしエレジャイのね相性にはねかないません。すごい相手めっちゃ頑張ってるね。いや申し訳なくなるわ、これやばいよね。エリジャイ脳死で出してなんかライトニングもね打つか打たんかみたいに言って適当に打ってるだけですよボンバーがいい味出してるだけ。いやマジでこのね相性ゲーをやっていきましょう。まあこれは多分本当の本当の神相性なんで。さあめっちゃ高いライハンター来たな。これ止まんないやな、これ止まんのかな。ハンターどっか行け、取るね。あーナイス。いやでも多分だけど HP 強化ね結構効果出てる気がするわ。なんかこんなすんなりいかなかった気がするのと、やっぱ7コスになってるので前回の修正でね、結構楽にこうエルジャイポンエルジャイポンエルジャイポン出せる気がしますね。そう高回転エルジャイ2周目エルジャイとかすごい強そうな気がする。さあってことで一旦墓石を置いてからね対戦スタートですね。でまあ今シーズンは、まあ、今回バランス調整で強化されたカードはまあ当たり前なんですけど、まあ、それ以外に前シーズンからのぶっ壊れがねある程度いるわけで、まあそれこがエリポンか、エリポン3子、まあ、あとはキョスケがいるので、エリジェイって意外とやっぱその辺がきついわけですよ。そうだからその辺がきついって考えた時に、まあ、なんかエリジェイ自体は強いんだけどね、環境で考えたらちょっとね苦しいのが多い気もしました。うん、前シーズンのね残りがすごいきついかもなっていうイメージがあります。さあそして今回の相手はスーパーちゃんで、エリジェイスパーキーもね意外と苦しいんですけども、まあ、エリジャイ出すとスパーキーの一切になるんでね、できるだけ耐えて、まあ、カウンターでエリジャイポーンいってライトニングドーンでゴルネットカーンでグッドゲームって感じかな。さあなんで基本はあボンバーこれ逆行っただけっす。これだってもう行きたいよね、エレキいないんだからね。エレキいないこれはね行き得っすよ。こんなん行ってしまえっちゅう。でスパーキー行くんのか、あーレイジで頑張ってんな。これでもエレキさすがに回んないと思うんだけどな、対空が。いや回るんかい。いや待ってこれめっちゃいらんライトです、これやばいです。つけないで、あ
これはね僕がやってます。うえ、一発で耐えた。今のライトニングとかはもう唯一の負け筋です。はい、気をつけてください。まあ、ボールライトするんですけど端前でいいですね。はい、あとまあエレキがすごい厄介で、エレジャー基本合わせないですね。まあ、最後の最後に端前ぶっぱでエレジャーを使うっていうのはあるかもしれないけど、これマジゴルナイ走らせライトニングバカ強くない？貫通できるやん、スパーキーまで。いやー、うまいね。位置が、エレキの相手の位置見て、これ天才だよ、ただのね。で、守っていけそうだったらぐらいでいいと思うんですけど、まあ、ここはまだね守り得。よいしょ。さあ、タエです。いや、エリジェ結構粘り合戦なんでね、思ってる以上に粘ります。これ俺の走んねえかな、エレキどこに来るかな。あ、ザップだけでステイか。こういうの言ってもいい気がするな。なぜなら俺この守れるっていう自信があるんですよ、この相手の攻めを。そう、これを守れるっていう自信があるので、じゃあえんじゃねっていうので攻めたんですけど、カウンターがすごい。あれ、これやったか俺。逆に相手もこれ同じで守れるっていう自信があるんですよ、だから攻めてきてる。同じです。やばい、耐えた。あ、これでも最後端前エレジャイ、最後端前エレジャイ守って、端前エレジャイ守って、端前エレジャイでエリババカスパーキーにライトニングで勝てる。まだ相手も控えめだ。もうここは一旦ゴルニーもいるんでね。あ、じゃあエリババか、なんか来る。これでもライトニング削りでありだな。なぜならここ潰すと相手はこのインドラにね一生いじめられるから。からのレッツラゴー、これ逆にいける。逆、お前反対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 で、エリババにライトニングって、エリババじゃねえ、誰。まあでもなんとかなりそう。おい、ナイスっていうも粘りですね。だからスパエリジェイなんかな、一発で決める時もあるんですけど、僕のイメージは地味な攻め、最後にドッカン爆発なんですよ。だからそれまでに地味な攻めで毎回1ヤードで、アドを取って取りまくったところ、最後に大ぶっぱ。やっぱそこに注目行きがちなんで、あ、一発で決めるデッキなんだってやっぱ思われると思うんですよ。なんですけども、それはそこまでの過程があるわけで、そこまではやっぱちまちましてるわけなんですよね。さあ、現環境間違いなく流行るであろうマザーネクロ。まあ、どんぐらい入るかはね、ちょっとわかんないですけどね。さあ、まあ、ゴルナイもボンバーもいるので、ある程度は守れそう。いや、思ったほど、いや、意外と結構守れてる。さあ、カード回しつつの、OK。で、これはちょっと、相手のデッキはわかんないけど、ロイジェイかな？アド取ったっぽいので出しちゃおう。ザピーいたら嫌だね。ザッピーいたらもう取れないですって、知らんがなっちゅう。さあ、これでも待てばいいんですよ。相手の敵分かんないんでね。まあ、ちゃっちゃ引っこ抜いちゃうか。うん。強っ。ザッピーめっちゃ強いんだけど。全然エリジェで解けんかったな。まあ、相手の敵これで、まあ、スケキンロイジェでしたね。僕もこれ前期動画上げましたけど、前シーズン最強つって、まあ、間違いなく強いです。はい、普通にも強いデッキです。ただ今シーズンもこのデッキは間違いなく入ります。エレジャイにも強いし、キョスケにもね結構強いので、さあスキルは使ってこないと。まあでもこれも結局ボンバーいるんで、まあゴルネ入れるとより楽ですけど、もうトルネザッピーぐちぐちにしてあげて、まあでもあとトリトにライトニング打たないといけないですね。逆にトリトにライトニングさえ打ってしまえば、
こう引っこ抜いて範囲で、こういう時にゴルネ入れるともっと楽なんですよね。そう、これをまあするというか、これをするだけ逆にで、ここもしかして攻めてくるのと被るので、エリジャイじゃなくてゴルネから入って、これ美味しい2アドです。はい、これでまたトルネゴルナイしたいですね、僕は。でもその前にトリトに対してのライトニングを準備しとく。こっちが優先ですね。で、マザネククルー。で、トルネードとゴルナイ。はい。で、ああ、やばいあいつ。金髪、どこ行ったんか思ったらタワー行ってるわ。えぐ！金髪やばいね。さあ、これはもう後取ってるんで、攻めてきても、まあ、許容して受けてカウンターでグッドゲームですね。これザッピ使ってくれたら美味しい。しかもちょっと遠いからスケルトンでカバーもできる。よいしょ。ん？カバーできてるはず。まあこれトリトン。トリトン使ってこないっすね。まさかの新しい防衛方法。これちょっと待って、なんか負けそうなんだけど。急に負けそうになってるやついる。しっかり蓋してあげて焼けばいいからね。そう、焼いて、あとはライトニング。一応守るか。OK。さあ、トリトンさえ、こうやってライトニング徹底で潰せば、もう AJ は通ります。それ以外は取るね。ボンバー。ゴルナイ。ゴルナイあると楽。なかったらダックプリでも全然なんとかなる。さあ、もうこれですね。もう AJ 基本出してから、もう待つ。待って、ライトニングトン。待って、ダメだったら一旦ステイ。もう一回後ろから。やっぱ防衛デッキですね。なんか意外と、結構攻めデッキなイメージありますけど、防衛さえ、ああ、持ってる、俺も持ってる。やばい。ダンス。変なスタンプだな、これまだ。さあ、タルバは射程がね、短くなったので、あ、どうなんだろう。射程短くなったら無視でね、一発だけとか。そんな甘い世界ではないか。エリスピタルか、なんだ。マザネク来ましたね。さあ、まあ、これは低めに受けて、ロイジェイか、なんだこれ。ちょ、待って、やばい。やばい、豚、ちょっと多いわ。ごめん。本当に多い。え、マジでなんかわかんないな。まあ、一旦、溶かしに行こう。うい。まあ、暇なんで走ったらブーが来た。やばい。これマジでもったいない。なんだこれ。ハンターマツナクロイか？また。さては、これロイだな。さては、マザネク強化で、ロイジャイおじさんが、ニッコニコだこれ。マジでロイジャイしかいねえぐらいニッコニコだ。まあ、これは強できそうだ。一発か。おい。さあ、でもマザネクということはエリジャイ側からしたら美味しいっすよね。通りやすいんでダメージ。まあこれは無視で、まあ間違いなくロイジャイってことはトリトンもいるので、これもさっきと一緒ですね。まあ、でも今回 S クイーンなのは、ザッピーがいないんですよ。ザッピーが反対になったんですよね。そうなので、まあ、トリトン、これやばいかな。これ撃って、トリトンでキング起動していこうとしても、このゴルナいるんで、つって。キング起動させねえよ、つって。うん。いや、うまいな、なるほどね。ハンター突破に呪文を使うと、行かれるので、やっぱハンター突破には、ライトニングを使ったらダメでしたね。いや、うまい。いや、うまい。ファイブか。いや、うまいな。これは
端前ハンターにライトニングを打つのがダメです。あれを呪文じゃなくてユニットでしっかり処理して低めトリトンライトニング、さっきやってたことができないので負けです。気をつけてください。まあ、エリジェの天敵はトリトンザッピーとか、まあ、シエンタルオフとか、まあ、言うてボンバーゴルナイとかボンバーダックプリいると、まあ、なんなら相性いい方とかになるんで、まあそんな気にしなくてもいいかなっていう気がしますね。さあ一旦墓石置いたりしたいんですけど、手札的にこれ動けないですね。これやばいな。だってケツエリジェしてペッカ来て GG とか、まあ GG まだいかないけど、いや短っ。今タルババ見た、射程1個短くなって 0.5 短くなって5から 4.5 やばかった今。俺使ってましたね。相手甘えたバルーン来たなと思ったんですけど、ワンチャン陸ボーラー間に合わない、間に合っていく。サインドラ抜きもちょっと大変そう。あ、これはもしかしてフリーズかトルネまで使ってくれる。あ、これ待って、あ、でもトルネが間に合えばいいのか。はい、終わりです。あ、だからインドラじゃないんだ。これインドラだったら、まあ、トルネでねまとめようと思ったんですけど、ライドラとかだったのかか、まあランバーにしたか。いや強っ。この辺からはあれっすよ、強化された分が、あー存分に活用されてる、強いな。まあ、7コス8枚出せるからね。8枚7コスでしょ。あー、これ短いから、今どの位置だった、相手のタルババの位置。あ、これ走っちゃおう。もう1枚使うか、もうダメージを受けるかです。強い、エレジャイ君。まあエレジャイゲー、まあエリポンに弱いですけどね、エレジャイとかって。さすがにこれはもうユニット早めにドラゴンたちライトでしばきたいですね。いや、ボーラーの石の M うまっ。あって、やばい、出た、金起動できない、タイミングがシビアなやつだ。危ねえ、耐えました。耐えたらもう勝ちっす。もう防衛ライトと、まあ、この辺に飛ばしとけばね。いや追いつけないでしょさすがに。オッケー、まあ綺麗じゃないけどね、もうちょっと綺麗守れたら熱かったですけど、まあ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 、ナイス勝利。さあということで、まあ、エレジャイ強化されたの使いましたけど、まあ、前なんかね7コスになった時も使ったので、まあその時と比べると、もうその時圧倒的に、ね、解けるの早かったので、まあ、全然 HP 増えてるなっていう感じがしましたね。そう、まあ、エレジャイ環境、環境的に見たらね、ちょっと苦しい気もするんですけど、やっぱりリポンとかね、辛い部分多いと思うんですけど、エリジェ自体は絶対強いので、まあもうちょっと増えそうだなっていう気はしてます。ちょっと皆さんもね、ぜひエリジェ使ってみてください。よければチャンネル、高評価もお願いします。では、お疲れ様でした。また。